巨人。あんな風になれたらかっこいいと思った。日向翔陽、この物語の主人公。小学生の時、偶然テレビで見た小さな巨人に憧れバレエを始める。そいつの名前は影山飛雄。なんだこいつ。誰にだってトスをあげる。うん、じゃあ俺。でも今のお前が勝ちに必要だとは思わない。お前のその全てを楽しもうとするバレエが好かん。他人の評価を気にしたり、他人と自分を比べたり、そげな雑念、この世にあることすら知らんようにバレーボールを、ただバレーボールをしに来る。世界は平等じゃなくて平等だ。それをあいつはとっくに。自分より大きいものや強いものに出会って初めて自分は小さく弱いと自覚する。俺は、俺が弱いことを当の昔に知っている。難しいボールをブロックに当てて外へ。うまいうまい、小さな大エース星海コーライ。エースの心得、一つ、背中で味方を鼓舞するベース。一つ、どんな壁でも打ち砕くベース。一つ、全てのボールを打ち切るベース。くそー、ボーイボーイボーイ、
自分に自信なんか全くねえ。でも仲間に恵まれた自信はある。強い仲間がそこまで言ってくれる。逃げ出すくらいならうぬぼれろ。セット終盤でリードを許してる時のサーブほど燃えるんだよな。カラスの追い詰められたな。いえカラスに。ナイスレシーブ。おい、カラスの10番、お前は何ができる。ブロックに立ち向かう武器、速さか高さか。速さだ。ドン。高さだ。マイナステンポのドンジャンプ。ここまでちょうだい。ちょうど。精一杯ってサーブを打ってくるやつはいて、それに打ち勝つのは難しい。今自分にできる最良は、仲間がフォロー可能なボールを上げること。 A パスを返せなかった反省は今じゃない。今どんな攻撃が可能か判断する。今相手のブロックは誰だ。攻撃は強打かプッシュか、ブロックを利用するか。スーサーゴー。次勝負をサーブ。今全員のスパイカーは2人、つまりこっち側全部俺の陣。ヒークイック、高いジャンプ、ウッケー。10番だけに気を取られるな。幅から高さへ、瞬時の武器の切り替え。唐突に情報を増やされる不快。いけ。小さいことは不利な要因であっても不能の要因ではない。やるぞ。あの日の続きだ。